9シーズンぶりのリーグ制覇へ。前節奪還した首位の座を守り、このまま逃げ切りたい横浜 F マリノスは、すでに降格が決まっている最下位大分トリニータとのアウェーゲーム。前日3位広島が勝っているだけに、何としても勝利が欲しい F マリノス。開始早々の3分、フリーキックをマルキーニョスが狙いますが、ゴールキーパー清水に弾かれると、その後は高い守備意識で守りを固める大分を崩しきれず、なかなか決定機を作れません。22分には中町のクロスに小林雄三、31分には中村俊輔のコーナーキックにファビオ、そして41分にはドリブルから斉藤を学ぶと、圧倒的にゲームを支配しながらゴールが遠い F マリノス。嫌な展開が続きますが、前半終了間際、この男がそんな空気を振り払います。角度のないフリーキックを中村俊輔。中村の今シーズン10ゴール目で F マリノスが先制。中村にとっては初のシーズン2桁得点、そして直接フリーキックの得点で J1 歴代トップとなる通算17ゴール目を叩き込みます。後半もボールを支配し、突き放しにかかる F マリノスは52分、中村のコーナーキックに中町、さらに70分、中村のクロスにマルキーニョス。しかしクロスバーに弾かれ追加点とはならず。するとここまで1本もシュートを打てていなかった大分が反撃に出ます。77分、木村の右足、ようやくファーストシュートを放つと、80分にも再び木村、フリーキックを直接狙います。強烈なシュートでしたが、榎本に弾かれ同点ゴールとはなりません。得失点差で優位に立つためにも追加点が欲しい F マリノスは84分、マルキーニョス。さらにアディショナルタイムには中村のパスに抜け出した途中出場藤田義人が狙いますが、清水に弾かれ2点目は奪えず。それでも大分をシュート2本に抑え、クラブ新記録の5試合連続無失点で勝利したエコマリノス、9シーズンぶりのタイトルへ首位をがっちりキープです。